アイコドヒメのヒーリングムービー今夜の映画はベネデッタでございます 2>,、はい、2月17日からロードショーが始まりましたこれはですね皆さん、はい、実話でございます、うん、実話した聖女だからアマさんですねアマ、はい、さんを描いたセクシュアルサスペンスでございます、うん、これねすごい映画でございましたどんな内容なのかダースさんにプレスを読んでもらいましょう、はい、ベネデッタ 17世紀に実在した修道女の裁判記録幼い頃からキリストのビジョンを見続け聖婚や奇跡を起こし民衆から崇められた一方同性愛を疑われ裁判にかけられたベネデッタ・カルリーニ男性が支配する時代に権力を手にした彼女が起こした奇跡は本物かはたまた狂言か彼女に翻弄される人々を描き宗教と近畿とエロスが生み出す 奇想天外セクシュアルサスペンスはいこの絵がね、うん、もうドキドキ、はい、ドキドキの指導師でございましたねまず一番最初なんですけれども、はいえー、7、8歳の少女なんですけど、はい、これからね修道院に出家するんですよで、うんね、ものすごい綺麗なお洋服着てね、はい それで家族が全部ついてきますこの頃修道院に入るのはお金持ちの家の子しか入れなかったみたいで私知らなかったですけどもうん,、うん、なんかこうあの品の良い方々がこう、まあ、ある意味じゃ何て言うんでしょう花嫁修行とはまたちょっと違いますけどね。かなりのお金をね積んで、ね、修道院に入るんですよ。はい、修修道道院にに着いたら修道院長がうん、うん、要するに親御さんとね これぐらい出しとか出さないとかやってるんですよ。年頃なんですね。この辺がそのね、やっぱりあの宗教のちょっとまずかったところを。もう初めからこうグッと出してるんですけども、この七八歳の少女が。この修道院に行く道中ですね、泥棒が襲ってきました。泥棒集団が、それで、この少女のお母さんの、あの首飾りを取りました。そしたら、その少女がね、それはお母様のものですよって、そしたら。 お嬢ちゃん元気がいいねって、うん、でもそれはお母様のものです神様に怒られましてねかのベネデッタちゃんがねまだだから小さい子がら、ね、お祈りしたらね、うん、なんとね 鳥が飛んできてね、そのね、はい、泥棒の目にね、糞をな、したんですよ。<ー>それがファーストシーンです。<ー>で、それ本当にあったことなんですよね。はい、それで、えー、なんかこの子の言うことはものすごいなんか。うん、その当たるということで、小さい時から、カリスマ性を発揮していました。うんうん、そして、ここの修道院に入って、そして、もう純真無垢なまま。 大人になってきます。はい、で、まだ子供の頃に、えー、すごく信心深いので。あの夜になってね、一人で、こうお祈りしてたらね。うん、あのベネレッタの前に立ってる大きなね、あの銅像、だから神様の銅像がね。彼女のように、こうガーンと落ちてくるんですよ。<え>普通死んじゃうんだけど、で,ね、でも死んでなかったんですよ。うん、だからみんな、この子はすごいって言われながら大きくなりました。うんうん、そして、大きくなった時にですね、ある。 女性が、あの、この修道院に逃げてきます。はい、女性の名前はバルトロメアっていう若い女性です。んふんふん助けてって傷だらけなんです。はいはい、もう。お父さんが、彼女を性的に虐待しているのが、明らかにわかる。うん、で、修道院長に、何でもするから置いてくださいって、言うんですよ。うん、そしたら、修道院長は。あなた、お金あるのとこうですよ。<ー>それで、そこにベネデッタが、助けて、ね、うん、この。 女性若い女性、うん、バルトロメアはこの修道院にいることになりました。はい、でバルトロメアとそれからベネデットはとても仲良くなって、うん、そしてこうお友達以上のこう感情を持つんですよ。なるほどまあ二人でねこっそりもちろんこの頃は、はいうん、女性同士で愛し合ったりしたら大変ですよ。 あるうちに、うん、このベネデッタに聖婚と言いましてね、あのイエスキリストさんがあの張り付けになった時、この両手とそれから両足に杭を打たれたでしょ。はい。そういう傷が出てくるんですよ。うん。もう血流して。はい、うん。で彼女はキリスト様の花嫁だってことで、はい、なんと修道院長になってしまいました。うん。若くして。はい。で今までいった修道院長は結局、うん お祓い箱になったでしょ、うん、で、すごいその修道院長が嫉妬の念に駆られて、うん、えローマ法王に直訴してきます、はい、彼女たちは女性同士で 愛し合ってますなるほど。す、は、げ、い、口に行きました、うん、そしてこの頃ですね17世紀イタリアのトスカーナ地方この修道院は大丈夫だったんですけど、うん、ペストが流行ってますそれと重なって大騒動が起きるんです、はい、果たしてどうなりましたかっていうのがベネデッタでございます、うん、暴力、はい、セックス、うん、教会の欺瞞が挑発的に描かれたポール バーホーベン監督ならではの作品でございます。ぜひ劇場でご覧くださいます。はい I